ワンピース。この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える海域の海だ。お化け出るんだここの海。ギャー、やだー。悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほ、よっほほほ、よっほほほほ、ほほほいのほい、よっほほほほ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 。ごきげんよう。よほほほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる。骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことより、お前俺の仲間になれ。え、いいですよ。おい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。新たな船、サウザンドサニー号と船大工、サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域、フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは、動く骸骨、ブルック。彼は、よみよみの実を食べたために、一度死んだがよみがえり、何十年もの間、この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは、即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島、スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪い、ゾンビを操る者の正体は、桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは、奪われた影を取り戻すため、力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。慎重にコツコツ進みましょう。覚悟しろ。
ら迷いの森なんて私怖くて死んじゃいそうです。あ、私もう死んでましたよ。お前、俺の仲間を見なかった？海賊なら森の奥で見ましたね。ここを開けますから勘弁してください。俺たちはスリラーバーク被害者の会、みんなモリアのやつに影を取られたんだ。だから私と同じような海賊がこんなにもこの島に、ちょっと面食らってしまいますね。骸骨だから私面なんてないんですけども。よほほほほほ、スカルジョーク、骸骨野郎、ふざけんじゃ。やめなさい、すでに死んでいる。同じ被害者と私たちの敵は同じ。ここは協力し、腹をくくってモリアに立ち向かいましょう。骸骨だからくくる腹ないんですけど。よほほほほ、いい加減しばくぞってめ。もう、しばいたらいい。男にはやらねばならない時がある。
の女を倒さねえと森は抜けられねえぞ。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。もし生まれ変われるのなら俺は怪になりたい。最低だ、死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ほら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 、てめえもここまでだ。ネガティブホロー。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。カナに一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。モリアの城に向かうぞ。周りのゾンビどもを倒せ。
の影を入れてついに伝説の魔人を目覚めさせたぜ。俺はモリア様のしもべオーズだ。ルフィのゾンビだと？オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だな。超怖い。かかってこい、麦わらの一味。あのでけえのをぶっ飛ばすぞ。あいつを攻撃して阻止しろ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。 あっちに海賊がいる気がするぞ。Oh!
の攻撃をそう何度も耐えられねえぞ。材料がありゃ十分だ。橋ができた。もうちょい待てよ。この装飾が不満だ。大津の野郎、暴れすぎて怖いんだよ。甘く見るとどうなるか思い知らせてやる。使っている相手は麦わらの一味だな。てめえは桜花七部隊の一人、暴君バーサロミュックマ。モリアの部下か。モリア様、いや結婚モリアとはもう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい？そんなこと聞いて一体。でも、やっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて、怨念渦巻く古城のほとりで過ごしたい。今の、あの子は消えた？泥棒猫だな。麦わらの仲間、モンキー・ディ・ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた、目的は何？本当に七部会？何をしようと、俺の自由。狙いはルフィなの？こいつやばい。ここで止めなきゃ。まだ手は出したくないんだ。
月光モリア、ここにいたか。暴君クマ、さっさと用件を言え。ここへわざわざ何しに来た。報告事項がある。オーカ七部会クロコダイル公認の後、その後釜が決まった。後継者の名はマーシャル・ディ・ティーチ、通称黒ひげという男だ。もともとの懸賞金はゼロ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。キーシ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 ー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているか、やつらのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。ふざけんじゃねえ。俺の心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に必要なら、俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ。そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光モリアにやられたとな。ではしばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。
しろよ。
よくも俺のスリラーバークをこうもめちゃくちゃにしてくれやがったな。すべての影たちよ、この俺の力となれ。シャドウズ・アスガルド。若造だろうが出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだからな。ごめん風船。ゴムゴムのギガントゲットしてる。しすぎなんだ。七深い。これだけ弱り切ったお前たちを消したところで
何の面白みもない。お前たちの命を助けてやろう。その代わり麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。わかった。首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながら、この男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎、死んでどうすんだよ。おう、でけえの。こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。この一味で最も厄介な存在になるのは黒足のサンジだ。なてめえ、五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。あんまり作った。残すんじゃねえぞ。よほほほほほほ、本当に。あ、失礼。あ、先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。
そうだ、今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、札付きでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほほほほほほ。